お仕事ご苦労様です。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、めちゃくちゃハッピーな動画回でございます。スプラトゥーンが発売してから5年経ったんですよ。もう5年ですよ。めちゃくちゃ早ないもう時経つの早すぎて恐ろしやとか言うとりますけれどもね、5周年記念を祝おうという動画回でございます。もうほんまに素晴らしいことですよね。こんなに面白いね、日頃からめちゃくちゃ楽しませていただいている神ゲーを生み出してくれた任天堂様と、スプラトゥーンシリーズに関わっていただいたスタッフの方々にですね、感謝永遠にというねお言葉をね送らせていただきますわ。僕私はねほんま神かけてますけどもねありがとうございますと。そういうね、感謝の気持ちは、ちょっと一旦置いといてもらって、ね、皆さんにもう一つお伝えしたいことがあるんですよ。それはですね、YouTube にですね、海外の任天堂の公式チャンネルがあるんですけれども、そこのね、コミュニティっていうね、そのチャンネルのオーナーが自由に投稿できる場所があるんですけれども、そこにね、このスプラトゥーン5周年の、このちょうど5周年の今のタイミングに合わせてですね、しかもね、初投稿で、What games are you playing today? と、今日何のゲームして遊んでんのと、今何のゲームして遊んでんのっていう投稿がね、この5周年の時期に合わせて行われたんですよ。そういうことからですね、巷ではね、もしかしてこれ、スプラトゥーン3の発表そろそろあるんちゃうかみたいなね、そういう都市伝説が上がってるみたいなんですよ。全然ようわからんけどね。まあ、よくわからんけど、そういうスプラトゥーン3発売都市伝説っていうのがなんか噂ではね、すごい盛り上がってるみたいなんで、そうなんだっていう情報も皆さんにお伝えしようということやったんですよ。ちょっとね、画像入手したんでね、それ見てください。見ていただけましたでしょうかね。でも本当にね、そろそろスプラトゥーン3発売してくれたらめちゃくちゃ嬉しいですよね。あつ森出てさ、また任天堂グーンってなってるとこで、で、今世の中いろいろ世界中で大変じゃないですか。そんな時にね、もう大ヒットの神ゲーのスプラトゥーンの新作がまたパーンって出たら、もうあつ森グーンになって、スプラトゥーン3でグーンってなって、もうグン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 グルとかみたいな乳酸菌パワーが半端なくなるんでね、僕はめちゃくちゃ本当は期待してるよと、早く発売してくれたら嬉しいなと。でも発売してくれるのは嬉しいけども、2もめっちゃ楽しいから、その寂しさもあるなというね、もう難しいところで葛藤しておるというわけでございますよ。まあそんな感じ。まあとりあえず5周年おめでとうございます。それが言いたかっただけですね。はい、ということで、じゃあ武器ランダムでぬり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 していきましょう。何が出ますかね。まあこの辺はいつも通りおめめつむってですね、適当に引いていったらいい話ですね。バリアブルローラー、ギアはこれでいきましょう。さあ、それではマンタマリア号でヌリ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 にしていきましょうか。ちょっと噛みかけましたね5周年経っても僕の口は永遠噛んでおります。ナイスとね、押していきたいと思います。もうほんまにもうお祝いやからね、いっぱい塗りたいと思う。もうスプラトゥーンの基礎言うたらやっぱりね、どんだけ塗れるかというヌリヌリヌリヌがね、もうほんまに初代の時からのもうそれが基礎にあると思うんでね、もう全力でね、僕は楽しんでいきたいわけですよ。ちょうどいい武器引きましたからね、バリアブルローラーって。ほんま、塗りのお化けですから、これ。コンペイトーボムラッシュがあるんで、もうこれ、シャン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 って、これ、シャンシャンシャンってしといていいんですよ。もう、シャン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 。はい、シャン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 。はい、シャン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 。集中シャンションションみたいな感じでね、ほんまないっすや。はやばいやばい。スパッタリーの人じゃスパッタリーの人、危ないんですよ。でもね、バリアブルローラーの縦振り。これがまたインフィニティな実力、こうやって見せますからね。射程が長い。そして縦振りをすれば、すぐにスペシャルが溜まっちゃうというね、もう恐ろしいローラー塗りのお化けだー言うて危ない、全然見てなかった塗り塗り塗り塗ってですね、スペシャル溜めようと思ってほんまに全然見てなかったけれども、相打ちに持っていきます。それがバリアブルローラーのね、ローラーの一撃の重さっていうやつなんですよ。で、なんか、カーリングボムが飛んできてるから怖いけど、誰なんや、わからんけど、ちょっとシールドだけ展開いたしましょうか。あれ、ここ来た敵をこれ倒すんですよ。来た敵を。全然来てなかった。これ誰のカーリングボムなんや。え、誰がカーリング、あ、じゃあ普通にローラーおるやん。ローラーの人いますやん。それカーリングボム飛んでくるみたい。あ、これコンペートボムでワンチャン、バリアブルローラー。バリアブルローラーじゃないわ。何だっけ、バレルスピナーの人倒せると思ったけど、無理でしたね。バリアブルローラー倒したら僕、自分で自分倒しとるかな。とりあえずシールドでもプレゼントしましょうか。カーリングボムがね、すごい。イエーイ、ありがとうございます。まあ、こういうことができるわけやん、シンプルにね。これ、シューンってやりましょう。一緒に倒そうぜ。スプラッタリー。スプラッタリーって誰
スプラトゥーンとスパッタリーが混ざったスパッタリー、スパッタリー、それは当たり前やな、もうぐちぐちやな。スプラッタリーっていう新武器ですやん、それ出しましょう、スプラッタリー、スプラッタリー、あ、生きてるやん、スプラッタリー、スプラッタリー、スプラッタリー。危ねえ、危なかった、ラピブラじゃなかった、僕間違いなくやられてましたね。で、よう思ったらさ、バリアブルローラー、バリアブルローラーちゃうわ、バレルスキルなんでしょ、回転落ちしてますやん。5周年でバリアブルローラー、また間違えたし、デスしてるし、バリアブルローラーとバレルスピナーさ、バーが一緒やからめっちゃ間違えるんですけど。そんな自分にナイスしましょうか。5周年で敵の人が落ちてしまうというね、まあ神ながらも悲しいことになってしまいました、ケアロドーモン。でもこれがお祝いパーティーということでね、僕は勝たせていただきましょう。やっぱりブルーチームの力をね、今こそ見せるんですよ。もうあれやん、バレルスピナーの人が落ちたんで、代わりにバーつながりでね、まあバーっていうだけで、まあ言うたら同じ武器みたいなとこありますやん、だからそこ頑張るわ僕は、こうやってシャーン言うて、ええー、僕だけやられてんかい。でもまあ1試合目は勝たせていただきました。まあ4対3ですからね、これはまあ勝ってまあ当たり前みたいなとこありません、当たり前体操キャップとか言いながらね。まあいっぱい濡れてね、やっぱりイローラでした。さあお次のランダム武器はちょっと思いっきりグーってシャッフルして、このぐらいでいきましょうか。バレルスピナーリミックス、運命感じるわ。ギアはこれで完璧です。さあ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 、では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 、バレルスピナーリミックスの方でね、頑張っていきましょう。はい、自分にナイスでございます。ちょっとぼーっとしてたらね、喋るの遅れてしまいましたね。まあ頑張っていきましょう。もうこれほんまに5周年にね、ふさわしい武器やと思うで、さっきバレルスピナーリミックス、リミックス言ってたら、ほんまに引いてもうたからね。ほんで言うたらあれやで、敵の人にもおるからね。バレルスピナーがいっぱい最後で、これ貫通してそこに俺敵の人倒せんちゃうか。無理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 。オッケーナイス、味方としてありがとう、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 あまあ僕はスピナーに一足いっぱい積んできたんでね、ぬりぬりぬりぬーとね、速速速速のね、王様やからさ、めちゃくちゃね、もう足が速いから、足の速さはインフィニティ言うて、これもうくるんちゃん、こうやってちょっと曲車で打っちゃったりして全然来てないわ。じゃポイントセンスだけつけておきましょう。ちょっとね、危ないのおったん、今危ないの、これ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 、この人この人、危ないのおったんや今の、ほんまに自分にないやつやで、危なかった、ちょ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 、ごめん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 、怖いやつや、誰が見てもシンプルに、いや、しゃないです、ありがとう、おい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 、まさかの隠れて飛んできて、しかも直撃食らってやん。着地と同時にこのまっすぐ打つというやつでね、僕ほんまど真ん中にちょうど立っとった今。なんたるミラクル、いや今回はちょっとミラクル回ですよ本当に。もうミラクルが多すぎて、もうミラクルパワー全開やんということで、すごいね、もう神回になってるわ。これが5周年パワーかって個人的に思ってる。お、一発当たってたな、惜しいな、ちょっとこれ倒せんちゃうかワンちゃん。同じ武器やからね、先にね、初弾をね、当てた方がね、勝つんじゃないかと個人的に思ってるわけだから、行くぞ行くぞ、ほんまブルーベリーの力も積極的に見せていこう、ほんまに目よくしたるわっていうぐらい。え、なんかおった、え、おるおる、ちょっと待って、おるおる、ちょっと待って、しかもなんか、あぶら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 、ちょっと待って、もうこういう時はもうナイス玉、早めのナイス玉、ありがとう味方の人。エイムがおじいちゃんと思ったらナイス玉に全てを任せましょう。ほんまにやばかった今の、やられる思いましたからね。さあポイントセンサーだけつけておきましょう。これがいい具合に味方の人のアシストになればと思っておるんですけれども、ここおるんちゃうか、あれ洗濯機の人どこ行った、あそっち行ったんかな、あそこそこそこか、そこ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 か、これどっち、でも上の方の方が射程長いんかな、あやばいやばいやばい、危ない危ない、普通に危ないわ。炭酸ボムもあったから危なかったですね。いやこれシューって、あ洗濯機の人来てる、あナイス味方の人ありがとうございます。さあぬり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 していくよ、遠距離から、遠距離のスピナーの力見せていこう、ぬりぬりぬりの王様や僕はな、危ない危ない危ない、やられるやられるやられる、ごめんごめん、ちゃんとインク管理する、登ってくんじゃんこれ、登ってくんじゃん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 、ちゃんとうちでエムガチャガチャにされてるやつ。ガッチャマーいいことあるけど、あと10秒あるよ、この10秒でどうなるかというところでありますけれど、お、なんかここになんかおるな、おるな、おるな、おる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 、イエシェイ、オッケー、ありがとうございます。あの人はもうにー、おちょちょ。微妙に倒せてないっていうやつですね。バレルスピナーのチャージ感覚をなぜか知らんけど、なんかハイドラントぐらいあると思ってね、打ってたらね、いつもね、玉切れしてる。
なんてこったパンナコッタなことありましたけども、これは奇跡回でしたね。さあそれでは最後のランダム武器はもうこれでいきましょう。早い、ラピッドブラスターデコ、珍しい、ギアが全然わかりません。さあそれでは最後はチョウザメ造船でラピッドブラスター使ってですね、5周年おめでとう、スプラトゥーン3出たら嬉しいないうことをね、全力で押し出してね、頑張っていきたいと思います。さあジブリナイスおめでとうナイス、もう素晴らしいナイス、すべてにナイス、世界にナイスを捧げていきましょう。どんだけナイス押すねん言うことあるけどな、頑張っていこうか。まあ、とりあえずラピブラバンバンしといたらいいなと思ったんやけども、バレルにチャージャーにジェットスイーパーにスピックリで、これ僕やばいな、なんかめちゃくちゃ射抜かれそうな匂いしてるぞ。あ、でも風だぞ、やったぜ。ナイス味方の人、やっぱインクアーマーつけてくれるというところがやっぱ味方の人なんかイケメンなとこありますよね。でこういうとこお肌スベスベで、お肌スベスベで、お肌スベスベにしてやるぜ、お肌スベスベにしてやるぜ、お肌が、お肌スベスベ、お肌スベスベ、全然無理、自分にナイス。まあいい感じかな、いい感じということにしておきましょうか。で思ったけどさ、1試合目か2試合目も敵の人になんかラピブラおって、うわこれやばかったなって言ってましたよね。おしゃべり、おしゃべりに夢中でバレルスピナーのこと全然見てなかったけれどもね、それでいいんですよ、そんな感じ。これがもうスプラトゥーン縄張りバトルレギュラーマッチのこのほのぼろとした感じ、これだからスプラトゥーンやめられないということでね、この射程を使い、射程を、射程と爆砲、射程と爆砲、射程と爆撃、よしありがとう。これ直撃取れたらラピブラはもうなおエグいで。ほんまにもう取れれば取れるほどもうエグいことしかないんですよ、もうエグミがエグミなんですね。これこっち来るかな、ちょっとごめんなさいってしておきましょう、ごめんなさい、ごめんなさい言うて。あ、これ勝てんじゃん、ワンジャン勝てんじゃん、ワンジャン勝てるって、よっしゃー、オッケー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 、これ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 、あ、でもこの距離はもう僕の距離じゃない、もうボリボリに僕の距離じゃない、でも直撃取ったらうまっ。味方の人のトーピードうまっ。誰が見てもうまいやつでしたね。あ、パンパン当たってるよ、こうパンパン、あ、やばいやばい、チャージャーおる、チャージャー、でもこれワンチャンこういけんじゃん、ポン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 って、おりゃ、こういう時はジェットパックで逃げろ、ジェットパックで。逃げられへんねや。お肌スベスベでさ、なんとか逃げれるかなと思ったらさ、思いっきり空中で僕スベスベにされたやーんってことで、自分にナイスやーんって、あ、やってもうた、やってもうた、やばいやばいやばい、あぶな、そうか、射程長いチームがいっぱいやからさ、このスパジャンはめっちゃ気をつけなあかん、ほんま、もうそこミスった時点で僕はほんま正直めちゃくちゃ危なかった、今よう生きてたで。さあ味方ナイス、そう、僕がこうやって牽制してる間はな、手分ね、手分な言ってますけどね、なんか敵の人はね、ビビって前に来れないと思うんですよ、やっぱり、やっばみたい、お、すごい、みんなの協力プレー。素晴らしいナイスでございます。めちゃくちゃ完璧やんか、ほんでこれシュッて投げておくでしょ、でもこの空中穴ジェットスペスペルパックしたいんじゃん、届いてない、消えてる、遠すぎて。僕のお肌スペスペは途中で消えてしまうという楽しい展開になっておりますけれどもね、ここに吸盤部分でも設置してちょっと下がっていきましょう。またバレル好きな人がね、上からね、パーンってね、こんにちはみたいな、なんかおはようみたいな感じでさ、上から追ってきそうな気がするんで、これこれパーンってパーンって、お、ちょっと待って、ちょっと待って、予想以上に射程長くてびっくりしてる、いやだ。イエーイ、ラピブラはもっと長いと思ってましたね、びっくりしたわ。やっぱ久しぶりに使う武器っていうのは感覚がもう全然なんかおじいちゃんやね。いけると思ったらさ、全然届いてないことが多かったけれども、もう本日もね、非常に楽しくスプラトゥーンの方をね、楽しませていただきましたよ。ガチャガチャなってるけど。遊ばせていただきました。もうやっぱり最高ですね。スプラトゥーン1からスプラトゥーン25周年、本当におめでとうございます。そしてありがとうございます。そしてスプラトゥーン3も出て、スプラトゥーン10周年とか15周年とかなっていったら、めちゃくちゃいい感じで幸せですね。よし、もうなんやろ、うん。うん、なんかようわからんけど、ハッピーセットや。